甘えてきた。ずっと守られてきた。私のせいで舞ちゃんを傷つけたくない。私のせいで舞ちゃんを悲しませたくない。だから甘えないようにした。自らの足で立ち、歩み、決して舞ちゃんに負担をかけないようにと、今度は舞ちゃんを守るのだと決心した。けれど、そうしたことで逆に舞ちゃんを傷つけたり、悲しませたりしてしまうこともあった。でもきっと、それは私がまだ一人で歩くことができない証拠なのだと、そう思い、頑張り続けてきたんです。行ってきます、舞ちゃん。うん。千景、行ってらっしゃい。ああ、行ってしまった。う、心配だ。もし千景が戻ってこなかったら、もしも千景に嫌われてしまっていたら。うん、落ち着け、落ち着くんだ舞。とにかく心を落ち着かせるんだ。トレーニングとレッスンの予定をたくさん入れて、それから。ダメだ。全然落ち着かないからうまくいかないし、なんだかやる気も出ない。う、寂しい、ものすごく寂しい。でも千景のためだ。僕ら二人のためだ。耐えるんだ舞。耐えろ。やっぱりダメだ。どうにもならない、はあ、なんだか時間が過ぎるのも遅い気がする。いい時間だし、昼休憩を入れて心を落ち着かせよう。千景、今日は何食べよう。ちゅ、はあ、千景いないんだった。こういう時、千景は何を食べるのかな。って、また僕は。思い返せば、僕の日々の行動シーンはいつだって千景で。だから、自分だと何も思いつかない。千景。早く戻ってきておくれ。ありがとう、ばあや。あとは自分でできますから。お昼ご飯、美味しかったです。ごちそうさまでした。チャームスに参加してからというもの、実家に戻る機会がなかったから、なんだかものすごく懐かしい感じがする。さて、ゆっくり心の整理をしなくては。どこもかしこも舞ちゃんとの思い出でいっぱいのこの家を改めて巡ってみよう。久しぶりに巡った実家は、いつか見たような冬の景色で、舞ちゃんと昔、この家で過ごした夏休みとは、さすがに風景も違っていたけれど、
どこもかしこも大切な思い出ばかり。そこかしこに宿る温かさと、少しの寂しさが、懐かしい木の香りや感触とともに、様々な記憶を呼び起こしていって、私は、ほんの少しだけ、泣いた。ここにあるどんな思い出も、どんな気持ちも、どんな場所も、本当に大切で、本当に尊いもの。記憶の中には、いつだって舞ちゃんがいた。私は、そんな舞ちゃんに救われて、今は、舞ちゃんと一緒に、日々を生きている。舞ちゃん。まだ離れて数時間しか経っていないというのに、寂しくなってしまうなんて。私は仕方がありませんね。どうしたらいいんだろう。本当はどうしたいんだろう。舞ちゃんのため、私のため、二人のため。どうしたら。空が暗くなり始めた頃、家の中を巡り終えた私は、ばあやに断りを入れ、外に出た。足を運んだのは、舞ちゃんと私が再会した。ユニットとして、新たな人生を踏み出した、一番大切な場所。舞ちゃんのご実家でもある神社。ここなら、自分の気持ちに正直になれる気がして。灯籠の灯った境内。本殿を目の前にして、心が数年前の夏に戻る。私との記憶を失っていた、舞ちゃんの顔を思い出し、少しだけ、悲しくなったけれど。だからこそ、自分の気持ちに正直になれる気がしたんです。よし。帰ったらちゃんと伝えよう。舞ちゃんに。地下げ。え？その声に振り向くと、舞ちゃんがいた。いつも私を心配し、愛してくれる、いつもと同じ舞ちゃんの姿が、そこにはあった。舞ちゃん、どうしてここに？全然、何も手がつかなくて。気づけば体が動いてて、地下げを探してここに来て、それで。もう、心配性なんですから、舞ちゃんは。そんなに心配しなくても、私は大丈夫です。昔みたいに、そこまで体も弱くないわけですし。でも、大切だから、どうしても心配してしまって。ごめんよ。一人になりたいって言ってたのに、来ちゃって。ごめん。いえ、嬉しいです。こちらこそごめんなさい。あんなに強引に出てきてしまって。うん。いいんだ。地下げが無事なら。私、決心がつきました。うん。地下げの決心、聞かせてくれる？
私は物事を伝えるのが下手だから、うまく言えないかもしれないけれど。大丈夫。近げのペースでいいから。聞かせて。はい。私は、舞ちゃんのことを心の底から愛しています。これは、舞ちゃんと出会った頃から一度も、一辺たりとも変わりません。いつだってあなたを一番だと、いつだってあなたのことを大切に思って、今日まで生きてきました。僕もだよ。千景が一番大切で、愛してる。はい。そう言っていただけるのは、本当に嬉しいです。ありがとう、舞ちゃん。でも、本当に伝えたいのは、ここからのことなんです。私は、舞ちゃんを愛しています。ですが、それゆえに、二人の関係を壊してしまいそうに思えたんです。小さな頃から舞ちゃんに甘えてばかり、支えてもらってばかりだったから、それによって、舞ちゃんには負担ばかりかけて、舞ちゃんが、倒れてしまうこともあって。そんな迷惑は、もう、かけたくなくて。でも、舞ちゃんとの関係も、変えたくなくて。わがままですよね、私は。そんなことない。そんなことないよ。いいえ。だから、ゴーイングアップチャームスが始まったあの日から、私は、舞ちゃんに甘えるということをしないようにしたんです。これからは舞ちゃんを守るんだ。支えるんだ。自分の足で立って歩いていくんだ。そう思ったから。決してこれは舞ちゃんのせいではなく、私が望んでしていたこと。舞ちゃんのことが、二人の関係が大切だから、そう望んだんです。きっとこれが、親愛度が 100% にならない理由だと、私は思います。ちかげ。だけど今日は、その怖さを、不安をこらえて、言います。こうして舞ちゃんと離れて、再び、一人きりになったことで、私は気づいたんです。私は舞ちゃんに、やっぱり、もっともっと、たくさん甘えたいです。いつだって私を守ってくれて、強くて、いいえ、強がりな舞ちゃんにも、たくさん私に甘えてほしいんです。舞ちゃんには、できるだけ傷ついてほしくない。悲しんでほしくない。でも、私、全然何もできていないから。せめて強くあろうとすればするほど、そうなってしまうこともあって。矛盾しているのはわかっています。けれど、私が甘えたいと思うように、強がりな舞ちゃんにも、私に甘えや助けを求めてほしくて。助け合って、甘え合って、支え合って。ずっとずっと、一緒に生きていきたいんです。
私が言った言葉で二人の関係が変わってしまうかもしれない。いいえ、変わってしまったかもしれない。嫌われてしまったかもしれないけれど嫌うわけないじゃないか。変わるわけないじゃないか。舞ちゃん、ごめんね千景。僕が強くあろうとすることが、互いを一番に思うということが、千景を苦しませてしまっていたんだね。逆に僕は千景を守ろうと、千景に負担をかけまいとするがゆえに、無理をしてしまうことも確かに多かった。これじゃあ良くないよね。互いを一番に思うことも大切だけど、何より千景が愛してくれる僕が、僕が愛する千景自身が幸せじゃないと何の意味もない。はい、そうなんです。だからこれからは、辛い時、苦しい時、悲しい時、甘えさせてください。そして舞ちゃんも私にたくさんたくさん甘えてください。もちろんだよ。甘え合って、支え合って、これからもずっとずっと一緒に生きていこう。はい。え、千景、胸元から光が。わ、わあ、舞ちゃんも。これ、何？本当だ。これってもしかして、チャームビジョン？白が私で、黒が舞ちゃん。わ、光が、宙に舞って。一つになっていく。あ、あれ、なんだろう。光の中から何か。こちらに向かって降ってきて。あ、千景、一緒に掴もう。はい。これは宝石。私たちの色をしてる。綺麗。もしかしたらこれが、社長の言っていたチャームが輝きをもたらすってことなのかもしれない。ということは、これが私たち二人の真実の愛の証。千景、親愛度ゲージを見てみよう。そうですね。あれ、まだゲージが 100% になってない。そういえばリベル社長はこう言っていました。私たちの真実の愛を証明することだと。そうか、僕たちの真実の愛。ゲージを 100% にするには、僕たち二人の愛や候補生のみんなとの愛だけじゃなくて、私たちをこれまでずっと応援し見守ってくれた。うん、僕たちにとって一番大切でかけがえのないサポーターさんたちに、この愛の思いの全てを伝えよう。行こう千景。はい、舞ちゃん。サポーターさん、ここまでご覧いただきありがとうございました。そしてここまで応援してくれて本当にありがとう。メメントのアーティスト、権藤舞です。
ゴーイングアップチャームスがスタートしてから約1年、出題される数々の課題を乗り越え、僕らは誰一人欠けることなくここまで来ることができた。それはひとえに千景、候補生のみんな、そして何よりサポーターさんがいてくれたからだと僕は思う。僕ら候補生たちは様々な夢や事情、過去を抱えてここまで来た。その足取りを見つめ、受け入れ、ここまで支えてくれたこと、とても嬉しかったんだ。これはきっと千景や他の候補生もそうだと思う。僕らはこれから最終課題の審査に入る。泣いても笑ってもこの課題が最後だ。正直不安だし怖いけれど、ここまでやってきた僕らの思いといただいたたくさんの応援を僕らは無駄にしたくない。だからいくら不安でも怖くても僕らは立ち向かうよ。約束する。絶対にこの課題に合格してみせる。そう誓ってここまでサポーターさんたちと歩いた僕らの日々は、今僕にはとても輝いて見える。改めてサポーターさん、ここまで僕らを支え応援してくれてありがとう。どうか最後の最後まで、そしてこれからも僕らの応援よろしくお願いします。それでは次は千景、よろしくね。はい、メメントのパートナーアジム千景です。サポーターさん、ここまで私たちの日々をご覧いただきありがとうございました。ゴーイングアップチャームスが始まってからもう1年以上も経ったんですね。舞ちゃん、候補生の皆さん、そしてサポーターさんと重ねてきた日々の一つ一つが私の宝物になっています。嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、この1年いろいろなことがありました。時にはくじけそうになってしまったこともあったと思いますけれど、ここまで私たちチャームス候補生が活動を続けてこられたのはサポーターさんのおかげだと私は思います。応援し支え、私たちを輝かせてくれているのは他でもないサポーターさんたちです。これまで私たちの日々を見守ってくださり支えてくださったこと、私はきっと未来永劫忘れないと思います。舞ちゃんも言っていましたが、私たちチャームス候補生はこれから最終課題の審査に入ります。たとえもし結果が不合格だったとしても、この日々の輝きは決して失われることはありません。サポーターさん、これまでの応援改めて本当にありがとうございました。私たち候補生は最後の最後まで頑張り抜きますので、どうかこれからも応援よろしくお願い申し上げます。